ちは、ソニーチャンネルリミです。今回は、ジャパコ紹介をしたいと思います。新学期から使う筆箱ですか？そうですよ。はい。お、プーさんだね。これ、あれだよね。前、なんかプーさん店みたいなところで買ったやつだよね。確か。まだ使ってなかったんだね、一回も。だよ。うん。中身、開ける。じゃあちょっと近づきたいと思います。プーさん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 。中身はどんな感じで入ってるんですか？ここがね、はい、鉛筆で、うん、真ん中が、うん、消しゴム、うん、後ろが、うん、後ろも定規とペン、はい、じゃあ一応ちょっと出してみますか。鉛筆と消しゴムと何それ？中身はこんな感じだね。うん。はい。定規2個入ってんの？これ使いづらい時はこっち。使いづらい時ある。消しゴムのその上に乗っかってる消しゴムは何？それ消しゴム？もらった。もらったの？お友達に？うん。それ何なの？なんかもらった。なんかもらった、なんかの形？くまちゃん。くまちゃんなの？全然くまちゃんに見えなくない？へぇ、あ、よく見るとくまちゃんか。だいぶ汚れちゃったけどね。足が欠けてるくまちゃん。なるほど。鉛筆はあれだね、まだそれ、そう、水色だね。キャップと鉛筆お揃い？お揃い。うん。じゃあポケットもなんか入ってんのかな？お、分度器。なんか折れてない？分度器。折れたというか折った。折ったの？なんで？なんか折りたかった。へー。跡ついちゃったじゃん分度器。いいじゃない。それだけ入ってんの？うん、へー。終わり？うん、じゃあ片しましょうか。今回はですね、エミの筆箱を紹介してみました。それでは、バイバイ。バイバイ。